さあ人間ども恐怖しろ、お前たち全員俺が地獄国にしてやろう。いいぞ、もっとだ。よし、そこのお前光栄に覚え、見せしめとしてお前から見立ってやろう。マイキーアクション X。貴様、私の邪魔をするというのか。そうだ、お前のせいで苦しんでいる患者さんがいる。だから俺はその患者さんを救うために戦う。そんなこと知ったことか。お前などこいつらで十分だ。さあゲームスタートで行こうじゃないか。いいぜ、お前らはこの俺が倒してやる。この天才ゲーマー M かな。お前の番だ。ザコを倒してくらいでいい気になるなよ。逃げられた。でもみんな無事みたいでよかった。いきなりバーゲスターに襲われてびっくりしたよね。でも大丈夫、悪い病気は僕たちお医者さんがちゃんと治すからね。それじゃ僕はあいつらを追ってくるよ。まだあいつのせいで苦しめられている患者さんがいるからね。それじゃまた会おう。くそ、暴れてやりたいのにエグゼイドの邪魔が入っては好き勝手できない。どうしたものか。何やら困っているようだな。誰だ、見たところ同じバグスターのようではあるが。少し違うが、まあそんなもんだ。お前もエグゼイドを邪魔だと思っているんだろう。つまり我が輩たちは同志。よう、この瞬間からお前は青断末の構成員の一員だ。奴がいては俺も好きに暴れることができない。だからこそここは協力して奴を倒すといこうではないか。構成員というのがよくわからんが、協力か。確かにそれも悪くない。2対1ならエグゼイドも倒せる。しかしそれだけでは足りない。我が輩たちも強くならなければ。ん、何か手はあるのか。ああ、我が輩は地獄の皇太子、特訓ならお手の物。お前をさらに強くしてやろう。特訓だと？何をするんだ。まずはこれだ。ん、なんだこれは。これは我が輩が某スタジアムの始球式で
って、こんな話はどうでもいい。我が輩の剛速球を打ち返せるようになれば、お前もまた新たな力を手に入れることができるだろう。本当か？まあお前の実力次第だが、ならば早速やってみよう。それでは行くぞ。さあ来い。おい、何をやってるんだ。そんなの打てるわけないだろ。もっと脇を締めろ。そんなヘッポコスイングで我が輩のボールが打てるとでも思っているのか。いや、もっといい場所に投げてくれないと。なんだ、言い訳か。お前は強くなりたくないのか。強くなりたいと言ったが、こういうのはちょっと。シャサーシャサー。第一、お前は体がなってないんだ。体力をつけろ。まずは腕立て100回だ。腕立て100回。ほら、さっさとやれ。イエーイ。だがお前がな、体力をつけたところで、あいつを倒せるかと言った。微妙なところなんだよ。だから、何か新しい施策が欲しい。あ、だったらこの会場にいる仲間を、子供たちを仲間にしましょうよ。お、なるほど、いいアイデアではないか。もう一やろう。よし、ではな、エグゼイドを倒すために、我が輩たちの仲間になりたいというもの、手を挙げて。はーい、はいはいはい、いっぱいいるじゃないか。そうだな。じゃあまず敵を倒すには、まず敵を知ることが一番だ。敵を知るためには相手の知識が必要。今から我が輩が問題を出す。それに答えれたやつを我が輩たちの仲間としよう。じゃあまず第1問、変身問題だ。今から我が輩が変身をする。これは誰の変身ポーズか当ててほしい。よく見ておけよ。いくぞ。おい、ちょっとお前、ごめん、もっと痛い。行くぞ。ライダー変身2。お、じゃあこの仮面ライダーが誰か分かる人、手を挙げて。はいはいはい、よし、お前誰か元気なやつ連れてこい。大きい声じゃない。お、つがいいかな。お前行くか。お、靴履けよ、靴履けよ。靴履けるか、大丈夫か。行けないですよ、これは。行ける、OK。 よしこい、上がってこい。